ここが倉庫街です。19世紀にこのたくさんの大きい倉庫が作られて、今はその中がスーパーとかカフェとかになっているんですが、その建物自体は19世紀から残っているので、ネットに19世紀にタイムスリップしたみたいな気分を味わえるって書いてあったんですけど、まさにそんな感じ、ちょっと一昔前に戻ってきたような感じですね。多分なんだ、飛行機がバンバン飛ぶ前、船でいろんなものを送っていた時代の頃なんでしょうね。それが19世紀。いや、いいですね。ちょ、カメラで伝わるか分かんないですけど、結構いいです。景色感動してます。めちゃめちゃいい景色。いや、いろんな街行ったけど、ちょっと結構特別ですね、この景色は。いやー、ド迫力すごい。うわ、感動的。やっぱでかくて迫力がありますね。そして歴史を感じます。で、この倉庫の中に改装してコーヒー屋さんがあるので、そこに行ってみたいと思います。いや、すごい。ここはなんかミュージックスタジオみたいな、とシアターみたいになってる。そしてここがコーヒーとか焙煎してるコーヒー屋さん。行ってみましょう。これコーヒー好きにはたまらないんじゃないですか。俺よくわかんないけど、多分これ俺の友達のしんちゃんが見たら興奮するだろうな。ケトタパシ、
これ欲しいかも。カフェの方は5時までで閉まってましたので、エスプレッソバーで飲みたいと思います。閉まっちゃいましたね。エスプレッソバーは6時までやってるのでこっちで飲みます。Thank you.